手つなぐぐらいかなと思います。流れ的にキスぐらいまでなら全然大丈夫です。ボディタッチですかね。中までだと思います。手つなぐくらいまでならありかなって思ってていいんじゃないですかね。二人で遊びに行って手をつなぐまで、手つなぐとこぐらいまでなら大丈夫で、個人的な意見としては巻き髪、ロングの巻き髪でデミニーな感じの人に、チョーカーつけてる。あー確かにチョーカーつけてるわ。本当にそう、本当にそう。あとは辛いものが好き。あえあ地雷系の女の子で、が M っぽいなって。はい、なんかミイラっぽそうだからなんか、ね、M っぽい感じがする。あとボブな女の子も M っぽい。わかる？メイヒラも、メイヒラが M っぽそう。なんかフリフリのスカート履いてて、こういう、何だっけ、厚底履いたりしてる感じ。この靴の厚底版、あ、ローファーの結構厚底入ってて、ピンクのアイシャドウつけてる系がそうかなって思いました。服装によります。制服だと見られないけど、私服だと結構じゃあこっち見てくるなとかちょっと分かりましたね。上から下を見てるなって、流れて目をやってるのが分かりやすいな。同じです。目線は気づいてるよ。気づきます。すれ違いざまにこう見てんなみたいな、ここの谷間を見られてんなみたいなのはある。なんか見られてるなとかはたまに思うくらいだけど、目線が行ってれば。でも見られてるっていうより言われる方が多いです。みんな見てるんだよって言ってて、基本みんな見てるからって思っといた方がいいって言われるけど、まあ一緒に寝てる時のすねのチクチクする感じがやだ。次生理的に無理なんだけど、胸毛。胸毛が。そうそうそう。胸毛がやだ。手のこう清潔感がないから。白い人のすね毛。腕毛。なんか不潔に見えちゃう。うん、チラチラ見えるのね。鼻毛ですね。鼻毛が とても嫌だと思います。なんかこう顔を近く見て出てるとなんか嫌な気分になりますね、自分は。はい、ちょっと処理ができてないとどうなのかなっていうふうに思っちゃいますね。はい、私は毛というか髭の濃すぎる、残ってるのは嫌かなっていうかな。私は好きな人だったらどこに毛生えててもいいけど、嫌いな人だったら、なんだろう、見える部分の毛は全部気持ち悪い。性欲、私全くなくて、そのなんか付き合ってもキスとか手つなぐのも無理なんだ。難しいんだよね。10で言ったらなんか人によるけど、多分なんか5とか6とかでも9ぐらいの人もいるし、なんか人それぞれって感じだと思います。これわかんないんだよね。多分人よりかはちょっと強い方なのかなと思います。出しづらいですね。運動部の子は強い気がします。そうなんか静かな子は強そうです。なんかあの教室とかで一人でいる子、あんまギャーギャーしてない子とかが、でも運動部も強そう。運動めっちゃしてる人と
静かな人、うん、極端に静かな人が強そうかなって思います。人によるよね。強くない多分。え、なんだろう、性欲ある人たちとか見た目でわかるよ、ね、うん。でもなんかさ、意外となんかさ、普通の人とかが強いのもあるやん。なんだろう、何が共通だろうか。メンヘラとか。おとなしい子こそあるかも、うん、ありそう、偏見。うん、おとなしい子のがあると思う。夜とかに、うん、結構渋谷とか新宿とかに出回ってる子。服装の部分で言うと露出が高い格好をしてる人で、性格は男っぽい言葉を使う人だと思います。例えばなんか男友達とかにノリでお前さみたいなタイプの女性。ワンピース露出多めの服着てる子、もうなんか求めてますよみたいな、そういうのを求めてますよみたいな見せつけ、ふわふわしてそうだから、うん、インスタとかで話し始めてすぐ1日目とかですぐ電話する。え、そんな子いる？いるとか、すぐ LINE 交換してその日オールで電話する。こう例えばちょっと授業中とか話してまだ何も繋がってなかった3、4ヶ月ぐらいで捨てられないか捨てられるとかあるから、愛があればいつでも期間は関係ない。逆になんで期間とか考えるんだろうって思っちゃうかもしれない。1年くらいです。私も1年くらいですね。お互いを分かり合えてそんぐらいかなと思います。付き合ってすぐじゃなかったら大丈夫、彼に任せます。わざと少なく言います。その人によって合わせるかな。遊んでそうな人とか慣れてそうな人だったら正直に言います。若かったりとか清純系を求める男性には清純系で行きますね。そしたら嬉しそうにしてます。正直に言います。私の経験人数は0です。1です。少なく言う時とかない？あ、もう1だから、うん、だし正直に言ってた方がいい、うん、っていう。何人か言うと2人なんですけど、彼氏にも言えるなっていう友達にも本当の人数で、嘘だなっていう子には付き合ったことあるよっていう感じで流します。同い年の子とか同世代で考えたら2人以上くらい、いや4人以上がちょっと多いなっていう印象です。4人以上だと結構やってんだな。高校生で6人とか5、6人になっちゃったらちょっと多い方だと思う。でもなんかまだ大学生とかだったら5、6人とかまではまだ、あ、そうなんだってなるけど、ちょっと7人くらいになっちゃったらもういろんな女の子とやってんだなって感じがします。何人かやられる6人だよね。5人超えちゃったら結構、うん、ってなっちゃう。5人ぐらいはもうすごいなって。そんぐらい。20歳だとしたら5人以上、20歳で5人以上ぐらいですね。え、5人じゃない？ 10 代も10代も5人。高校生だったら3人とかで、うん、なあ、ちゃんとした彼女だね。うん、うん、何人が多いと思う？5は多いと思う。高校生ね。え、高校生は1人でも多い。ああ、ただ聞こえてもしたら5は多いかな。ああ、確かに。けど彼氏にするなら3以下だったりする。あー、え、3やってていいの？ガチ。え、でもさ、できるさ、彼氏ができるタイミングでもよるじゃん。まあ確かにそうだね。20歳は
いやだ、ゼロがいい、相手だったら、うん、相手だったら、あんまやってない方がいいな。年齢上がったら3ぐらい、うん、ちょっとやっかなって思う。歴代の彼女にもよるけど、まあそうだね、人数にもよる。ただ歴代が少なくてもその人とどれぐらいやってるかにもよるかも。毎日やってたら嫌だ。